リーフアクアリウムのために独自に設計された自動給水用リザーバータンク、リーフ館をご紹介します。リーフ館はキャビネット内で最も使われていない上部の空間を利用するため、少ない床面積でより多くの水を貯めておくことができます。リーフ館18の容量は18リットルとなります。小型水槽や一般的な大きさの水槽に最適で、200リットルの水槽に対して約1週間分の水分を供給することができます。リーフ館18は高さ約55センチ、幅約9センチ、奥行き約17センチですので、レッドシーのリーファー170や200のキャビネット内の散布横の隙間に収めることが可能です。またキャビネットの背後にもすっきりと設置することもできるでしょう。リーフ缶40の容量は40リットルです。中型・大型水槽に最適で、500リットルの水槽に対して約1週間分の水分を供給できます。高さは約55センチ、幅は約17センチ、奥行きは約50センチです。水槽の横に置くこともできますが、大きいキャビネットであれば内側に収めることも可能です。リーフ缶は半透明のプラスチック製で、水量の目盛りが刻まれているため、残量を正確に見ることができます。前方の口から簡単に水を注ぐことができ、後方のキャップには専用の穴が設けられているので、チューブやケーブル用に加工する必要がありません。リーフ缶の口径は、ポンプの直径 5.8 センチの ATO プラスに対応しています。また、後方のキャップは、レッドシーのリーフ ATO プラス付属のサイフォンブレーカーをしっかりと固定できるように設計されています。一度セットしてしまえば、定期的なポンプのメンテナンス時以外は外す必要もありません。スタイリッシュで実用的、非常に便利なレッドシーのリーフ缶。